今、航空業界で大きな動きが起きています。2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で、進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていきましょう。なんとで、デルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について、詳しく解説します。次期 XF9 の行方も知りたいですが、なかなか情報が出てこない。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況です。どう考えても中国には開発できん。日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認された。それは、この月に、イギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによる。今回のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日にかけて、延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したのだ。ここで披露された、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で、同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていた。それは、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼は、これまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点である。一般的にラムダウィング形式に依比して、デルタウィング形式は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えられている。したがって、披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えた。加えて、今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な諸言等は目を示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れた。世界初の実用化された、いわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカは、ロッキード・マーチン社の F-2 にラプターはもちろん、それに続く機体として、日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニングにも、その最大のセールスポイントは、優れた機体そのものステルス性にある。故に、これらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を、機体内部のウェポンウェイに収容する必要があり、その収容力が、機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろう。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも、現在航空自衛隊が装備している F-2 や F-35 ライトニングによりも、大柄な機体であることは間違いない。したがって、それらの機体よりも、当然、数量、重量ともに、多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められている。現行の F-2 が、搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われる。その意味において、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば、現行の F-15 イーグルの最新型等が担い得る戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれない。そこから想起するに、今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が星空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視される。 GCAP
グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば、機体がかなり大型化している点からも、星空戦闘任務という部分については、後者に一任するコンセプトではないかと思われる。そもそも、今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして、他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ、先制攻撃によって航空優勢を確保することが基礎されている。これに加えて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を管制する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられる。ただし興味深いのは、いわゆる第5世代戦闘機と見さされている、日本を含む西側諸国で、事実上のディファクトスタンダードと揉めされる F-35 ライトニングには、敵の航空機に対する正攻法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点であろう。最近、紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する星空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強い。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘で、いわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見える。また、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を奪取した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど政治的な変化も見受けられる。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より、目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされている。これは、ひとえに、2022年2月に正規し、この2024年8月も、ウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは、緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだろう。その意味では、イギリスは、既存の主力戦闘機である、ユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では、有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれている。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も、一定の評価を獲得しているとも言えよう。ただし、イギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいだろう。すでに単純な艦艇数において中国海軍はアメリカ海軍の切れを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには長距離攻撃が可能な対艦兵器の整備を行う必要に迫られている。そうした兵器を、現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の並走も、その一つに位置づけられるものだろう。GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介しました。デルタウィング形式への変更により、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がる、
この新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみました。これが、現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、非常に注目すべき点です。次回も、最新の防衛技術や軍事動向に関する情報をお届けするので、チャンネル登録といいねを忘れずに。お楽しみに。